はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それでは天地創造、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、このシルバイン城の途中までね、来たところで、まあ、終了したんですけれども、今回はまあこのシルバイン城の続きをね、やっていこうと思うんですけれども、雲がいますね。で、骸骨もいますね。で、ガードが逆ですね。この鎧みたいなのは特に意味がない。十字架とかも意味はないのかな。万平の部屋。お、倉庫。よ、まあ、とりあえずこの敵を倒してから宝箱を回収しましょうか。よし。アークは塔の鍵を手に入れた。あ、これはなんか重要なアイテムっぽい SE ですね。で、アイスピック。これは武器かな。まずは塔の鍵。ずっしりとした重みのある鍵だぜ。なるほど。それでアイスピックは、氷の属性、攻撃はプラス3かな。まあ装備しておきましょう。いて。とりあえずあの赤い骸骨は無視。あ、でも攻撃力上がってもこの雲とか一撃では倒せませんね。こっちは、食堂。とりあえず敵は倒しちゃいたい。お、お金。台所。あ、ここは入れます？入れますね。腹ばいもなんか久々にやりますね。で、ここはなんだ？暖炉のすすに紛れてブラックオパールが眠っていた。アークはブラックオパールを手に入れた。これが肖像画にはめ込む宝石でしょうかね。これ戻ってるのかな。ちょっと不安になりますね。とりあえず一旦戻ったら調べましょう。道具、ブラックオパール、黒色の宝石。なるほど。まあでもアイテムの色は黒ではない気がしますが、まあ細かいことはいいでしょう。これで1個目の宝石が手に入りましたね。これを多分4つ集めて、あの肖像画にはめ込むと思うんですけれど、ここはなんだ？ち、鍵がかかっているみたいだ。ああ、なるほど。ここでさっきの塔の鍵かな。装備する。で、使う。これで開きますよね。ん？また曲が変わりましたね。一応ガード。よし。お、またこの硬いのがいますね。いや、硬い。ん？お、敵がいる。あ、宝箱がありますね。ここは綱渡りではないか。普通に行けますね。あ、プライムブルー。いまいちね、あの魔法の使い方も、今回パート23ですけれども、分かってないんですよね。強引に突破ってガードができない。これでガードすればいいのかな。これは、守りの薬、まあ、使っちゃいましょうか。その前にちょっと回復、守りの薬、使う。これで、なんだこの石像は。おや、口の奥に何かあるぞ。なんだか噛まれそうだな。手を入れてみる。やめる。まあ、手を入れてみる。腕の1本や2本くれてやるぜ。アークは思い切って石像の口に手を突っ込んだ。大丈夫ですかね。まあ、大丈夫っぽいですよね。これが図書室でヒントもらったお城の防衛装置のことかな。多分これで毒じゃなくなったんですよね。なんか切り替えスイッチがあるなんていう風に書いてありましたもんね。びっくりした。思わず一瞬止まっちゃいましたね。よ、いて。いた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 い。ふと気がつくと体力が半分ぐらい。もう残り1個か。もう使っちゃいましょう。これで、お城の入り口まで戻ればいいのかな。だとすると相当面倒ですけどね。あ、反対側も行けるのかな。行けそうですね。あ、またこの硬いやつがいますね。まあでも青いやつよりはいくらか弱いか。よ。なるべく1対1で戦いたいですね。あ、でもだいぶ楽にはなったかな。前回の最初の頃はね、もう何往復もしないと倒せませんでしたからね。一応ガード。雲も一撃で倒せるようになりましたね。よっ。あ、一撃じゃないや。一応ダメージにムラがあるのかな。これは危ない。よし。またこの青いやついますね。いやー強いな。よっ。武器を振ってる時じゃないと攻撃が当たらないっぽいんですよね。いて、いて。連続のダメージはきつい。ふう。回復しましょう。奇跡の球根8個か。最後まで回復持つかな。ここはあ、なんか高いところに来ましたね。ん？うひゃー、高えな。目がくらみそうだぜ。アク、おい、見てみろよ。向こう側の塔の壁のところ。なんかあります？壁画の竜の目が光ってる。あれは宝石に違いないぜ。なるほど。でもどうやって向こう側に渡ればいいんだ。どっかの泥棒じゃあるまいし、屋根伝いにジャンプで渡れっていうのかよ。あ、これはカリオストロですね。その通り。俺が背中を押して勢いつけてやるから心配するな。さあ、行くぞ。せーの。かなり不安ですね。大丈夫？あっさり。海竜の彫刻の目にトパーズがはめ込まれている。アークはトパーズを手に入れた。あ、結構順調に宝石は集まりますね。これで落ちて、で、帰ればいいのかな？他はいけそうにないですもんね。あ、レベルアップ。レベル21。そして骸骨に囲まれている。ガードしておきましょうか。大丈夫だったのかな。レベルアップの直後になんか無敵時間があるっぽいですからね。これで2個目の宝石が手に入ったんですよね。ここは何でしたっけ？ここはまだ行ってないか。ん？おい、アク、こっちに来てみろよ。どうした？なんだろうな、このドラム。壁に手をついて勢いよく足で蹴ったら回せそうだよな。じゃあやってみますか。これがシャンデリアを動かすパスワードかな。あ、なるほど。息子が亡くなった年を入力すれば多分 OK でしょう。286ですよね。あ、前回ちょっとメモっておいたんですけれども。よし。どこかで機械音が響いた。これでどこに行けるのかな？シャンデリアか。じゃあ、シャンデリアがあった場所まで行きますかね。あ、でもその前に一回外に出て、噴水が多分普通の水になったと思うので、そこも行かないとダメですよね。普通の水になってるっぽいですよね。前回紫でしたからね。石像の持つ宝石の映った場所にサファイアが沈んでいた。なるほど。これで3つ目の宝石ですね。あとはシャンデリアの場所か。一応この硬い敵もどんどん倒していきましょう。お金もね、貯めたいんですけどね。青い宝石ってあります？これか。あれ？使えないな。2番目が黒。装備する。使えないですね。これは全部揃ってからじゃないとダメなのかな。とりあえず装備。じゃあ、シャンデリアの場所ですよね。シャンデリアの場所は、ここかな？これで、どうなったんだ？下がってるのかな？あ、いけますね。向こう側に渡りなさいよと。ほっ。ん、失敗。もうちょい下。よ。よし。神秘の球根。ルビー。これで4つ揃いましたね。もう一回これ渡って帰るのか。よいしょ。失敗。落ちると10ぐらいダメージ食らっちゃいますよね。よし。これでじゃあ4つ揃いましたよね。1、2、3、4。よし。あれ礼拝堂じゃないな。さっきの大広間か。あ、イベントかな。ん？怪しい。突然、宝石たちが生き物のように動き出した。最初の男は透き通るような青い瞳をしていた。うん。あ、これ自動でやってくれるんですね。なるほど。2番目の男は東洋人。黒い瞳が印象的だった。これ前回わざわざメモったんですけどね。なんか自動でやってくれるっぽいですね。3番目の男は瞳の奥に情熱の炎が燃え盛っていた。なるほど。最後の男は茶色の義眼であった。うん、これで4つ揃いましたね。ん？この曲は大陸が復活する時の曲かな。これでどうなるんでしょうか。またシャンデリアの仕掛け？あ、降りてきましたね。これでどうなるんだ？あ、穴開いてますね。なるほど。こっからじゃあまた下に行きなさいよっていうことかな。どういう仕掛けなんだっていう話ですけどね。カゴの中の通りはいついつでやる。カゴメだ。夜明けの晩にツールとカーメが滑った。後ろの正面だれ。ん？後ろの正面？あ、偽物。うわぁ。これは何をすればいいんだ？あ、人がいる。喋れない。このカゴメをやんないとダメなのかな？後ろの正面。よ、本物。別にどっちを向いててもいいのかな。後ろの正面はこっち。ああ、なるほどね。まあ分かりやすいんで、まあ正面向いてて、で後ろのやつを倒せばいいか。ハークが手持ち無沙汰ですね。後ろの正面。お前だ。よし。ん？これで喋れます？どこからか透き通るような声が聞こえてくる。ようこそ私のお部屋へ。さあ、これから夢のような時間が始まるわ。私の可愛い子供たちと仲良く遊んであげてね。だるまさんが転んだ。うわ。あ、アークちゃん動いた。なるほど。だるまさんが転んだをやればいいのかな、今度は。結構シビアですね。いて。ローのあたりで止まってた方が良さそうかな。だるまさんが転。もうちょい。わ、早っ。痛いよ、痛いよ。お母さん、助けて。アークちゃんがいじめるよ。いじめられてるのはこっちですけどね。あ、ボス戦の曲だな。ちょっと回復しましょう。何やってるんだ？攻撃が通らない。どうすればいいのかな。あ、通りますね。これはただぐるぐる回ってるだけか。本体はやっぱりさっきのでっかいのかよ。ダメージが1しか入りませんね。武器アイスピックじゃなくて狼に有効、光の属性、炎。まあ、とりあえず片っ端から試していきますか。よいしょ。ダメージが見えない。2か3ぐらい。ライトスタッフはだいぶでも攻撃力が下がっちゃいますね。あ、3ぐらい。まあ一応亡霊っぽいからライトスタッフの方がいいのかな。で、本体はどこだ？いたよ。3か4。まあアイスピックよりは多少マシか。4。痛い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 。あ、これ危ないね。危ない。回復。危なかった。もう一回ぐらい回復。よ。痛い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 。ちょっと危ないな。前回ぐらいにしとかないと危ないですね。この形態になったらちょっと逃げないとまずいな。本体が出たら一気に突っ込む感じかな。いた。あれ ?2?3? いて。いや、こんなんで倒せるのかな。あ、でもなんか動きが止まりましたね。いて。ちょっと早めに回復はしておこう。危ない。3。また移動。また移動か。いた。よいしょ。まあ地味に削っていくしかないか。意外に無属性の武器が効いたりするとか。クリスタルの槍が一番効くとか。本体はどこだ？いた。あ、結構効いてるな。32。どれもこれもなんか微妙ですね。ネオの牙はいて。早めに回復はしておこう。ダメージがでかすぎますよね。432。どれがいいんだろう。やっぱライトスタッフかな。23。あれでもクリスタルの槍の方が良かったのかな。ちょっとわかりませんが、まあ、とにかく地味に削っていくしかないですね、これは。明らかにレベルが低いのかな。かなり雑魚もこのお城は硬かったからですね。硬かったからですねじゃないな。硬かったですよね。本体はどこにいるんだ？いない。いた。あ、いい感じでダメージが入る。うん、また止まりましたね。こんな感じで地味に頑張るしかなさそうですよね。ぐるぐる回ってる宝石みたいなのはなんか連続でダメージを受けそうなので逃げましょう。で大丈夫かな。いや早めに、あ、球根がもうない。道具、新規は150か。ちょっとまだもったいないかな。まあただ前回からね、ちょっと連続で撮影をしてるんで、万が一にもここでゲームオーバーになるわけにはいかないんですよね。で今日は、まあ今、年末の休みの、まあ、午前中なんですけれどまあ私もまあ社会人というか、まあ普通のサラリーマンなんでねなかなか実況する時間も限られてるんで、ここで失敗するわけにはいかないんですよねよいしょ。で、そろそろ回復したい。大丈夫かな。よいしょ。3ぐらいで、こっちの受けるダメージが40とか結構厳しいですね。無敵を利用してなんとか頑張るしかなさそうかな。うん、8ぐらい連続で与えられることもあると。いや、なかなか強いなあ。倒せたっぽいですね。ブラッディ・マリーを倒した。古城から女王の怨念が消えた。で、喋れます？うんは、私は今まで何をしていたのだ。拷問の日々、つかの間のまどろみの中で私は長い長い夢を見ていたのか。私の名はコロンブス。探検家であり、また航海士でもある。あ、コロンブスですね。なぜ君は危険を冒してまで私を救いに来てくれたのだね。そりゃあ、船で遠くの大陸へ行きたいから。なんとなくね。船で遠くの大陸へ行きたいから。なんとなくかな。なんとなくってとこかな。人助けって気持ちいいしな。さ、コロンブス、逆に一つ質問していいかな。なんであんたはこんな場所で拷問を受けていたんだ？だいたい拷問というのは悪いことをした人が罰として受けるもんだろう。人々は皆こう思っていることだろう。私の航海でシルバイン城の王子が命を落としたからだと。その逆恨みのためだと。だが真相は違う。あえて言うならば人間の欲望に捉えられて拷問を受けたのかもしれない。なんか複雑な事情がありそうですね。ルワール城の王、シルバイン城の女王、権力者は皆同じであった。すまないが、君にも本当の理由は告げられないのだ。世界に真の勇者が生まれたとき、私はその秘密を話そうと思う。なんか助けてあげたんですけど、なんか思わせぶりな感じですね。私は後悔を重ねて新大陸を見つけたとき、心から思ったよ。どんな場所で暮らしていても同じ赤い血の通った人間。嬉しい時には顔をほころばせ、悲しい時には涙を流すのだ。人類は兄弟という言葉があるように、人は国境を越えてもっともっと触れ合うべきだ。そのためにも私はこれまで培った航海術を広めていくつもりだよ。さあ一緒にリッツの村へ戻るとしよう。そうしましょう。まあでもせっかく助けたんですけども、なんかちょっと嫌な感じですね。この町の船乗りたちに私の知る限りの航海術を教えたよ。きっと彼らが君の望みを叶えてくれることだろう。私は疲れた。少し眠りたい。眠ってください。これで薬はできたのかな？熱病のお薬が必要なんですか？欲しい。熱病の薬か。俺にもちょうだいよ。はい。熱病で苦しんでいる人がいたら飲ませてあげてね。アークは熱病の薬を手に入れた。あ、これもなんか重要なアイテムかな。ごめんなさい。熱病のお薬はお一人に一つしかお渡しできないんです。ああ、そうですか。まあ、貴重品でしょうからね。エミリオ先生のお友達が新大陸から熱病の薬を持ち帰ったとか。必要な方には受付で無料でくださるみたいですよ。太っ腹ですね。エミリオ先生は素晴らしいお医者様ですよ。私たちのような貧乏人にも無料で診察をしてくださるんです。エミリオ先生のお友達が見つかったんだそうですね。先生嬉しそうでしたわ。まあアークがね、助けてあげたんですが、コロンブスはなんか、本当のことをね、語ってくれないんですよね。どうやらコロンブスは肉体的にも精神的にも疲れ切っているようだ。しばらく私のところでゆっくり休ませることにするよ。まあそれがいいですね。まあ時期が来たら全て話そうみたいなこと言ってましたからね。スペインの城はシルバイン城って言ってね、女王が治めていたんだけどね、女王は3人の息子が船の上で死んでしまってから気が触れちまったらしいよということなんですけども、なんかまだ裏がありそうなんですよね。で、なんかセリフは変わってないのかな。ケインズでしたっけ。まあ発展は多分してないでしょう。ここはイワシの人か。イワシの人っていうのも変ですけどクワトロ団。クワトロ団も前回前々回かな行きましたよね。聞いてくれる？僕の妹の病気が治ったんだよ。神様にお礼を言わなくちゃ。エミリオ先生の薬のおかげですね。神様は慈悲深い方です。私たちのように小さいものをいつも見守ってくださいます。なるほど。まあ、小さき場所に神は宿るなんていう言葉もありますからね。今日もいい風が吹いてるわ。こんな日は航海に最適なんですって。なるほど。あ、でもコロンブスが航海術を教えたから、船でどっか行けるようになったのかな。あ、そうそう、これですよね。シルバイン城には肖像画があってねーと。あ、そういえば宝石って、なくなっちゃってますね。そっか。あ、もう35分ですね。明日港から新大陸に向けて船が出るんですって。ワクワクしちゃうわね。うん、まあ、これに乗ってじゃあ新大陸に行くっていう感じかな。一応球根をさっきのボス戦で消耗しちゃったんでガンガン買いましょう。新品もまあ2つぐらい買っときます。よし。この人は喋れないぞ。あ、イワシの人か。イワシの人じゃないな。嫌な人。セリフは変わってないですね。うん。もうスペイン城というかシルバイン城に行っても大丈夫っぽいですけどね。聞いたかい？新大陸へ向かう船が港から出港することになったんだとさ。なんでもコロンブスって男が新大陸への航路と航海術を伝えたって話だぜ。なるほど。まあイワシの話ですよね。イワシブームですね。今体力が175。食べたら全開するのかな。213。よし。じゃあとりあえず今回はまあ、ここで止まってというかこの宿屋でセーブをして終了したいと思います。まあ、一泊一応します。よし。ん？誰だ？なんかイベント始まっちゃいましたね。悪、起きてくれ。この人は誰？夜分すまない。しかしあまり時間がない。お前に頼みがあるのだ。この人は誰だ？エル王女の身が危ないのだ。王女が何者かに命を狙われているのだ。今は詳しい事情は話せない。だがなんとか王女を遠くへ逃がしたいのだ。幸い新大陸へ向かう船の船長と話をつけることができた。しかし王女一人では危険だ。私が追っ手を始末するまで王女と行動を共にして王女を守る者が必要だ。王女に付き添ってくれないか？任せておけ。嫌なこった。嫌なこった。冗談じゃない。あの王女様がどうなろうと俺の知ったことじゃねえぞ。あ、フィーダさんか。お前は腕が立つし信用していい男だと思っている。違うか？頼む。王女の命がかかっているのだ。もう一度考えてほしい。じゃあ任せておけ。しょうがねえな。そこまで言うとこを見るとよっぽどの事情なんだろう。ここで断ったらアーク様の男が廃るもんな。引き受けてくれるか。よかった。これであの方を助けられる。私は追っ手を攪乱させてお前と王女の後を追う。それまで王女のことを頼む。では明朝リッツの港で落ち合おう。頼んだぞアーク。はい。ちょっと寝かせてくれませんかね。でなんかイベント始まっちゃったんでかなり動画が長くなっちゃいましたね。なんだあれ。いいのかアーク。気安く引き受けちまってさ。しょうがないだろう。引き受けなきゃあの人帰りそうにないじゃねえか。それに新大陸ってのもなかなか面白そうだしな。やれやれ。見かけによらず年上の女に弱いのな。なんだよそれ。別に。早く寝なよアーク。大変な旅になりそうだからな。動画を締めようと思ったんですが40分近くなっちゃいましたね。まあでもこれで新大陸に行けそうですね。ではまあ2番目でいいか。まあ一応セーブをして今回はね、終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。